中部経済連合会の水野昭久会長はきょうの会見で所得税を課される年収103万円の壁の見直しについて人手不足の中働き控えを解消するとしておおむね賛成する立場を示しました一方で社会保険料の負担が発生する106万円や130万円の壁についても併せて検討し分かりやすく国民に説明するよう与野党に求めました